まゆちゃん。私はですね、うん、私も、うん、その待機中での話なんですけど、おうおうおう私ね、うんまあ、今回チームも変わったってことで、うんうんうん、私の隣がね、うん、横山ゆいちゃんだったんですよ。ああ、横山？そう。あのね、総選挙でいつも総選挙でいつものね、そう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 。うん、まあ、それでね、うん、まあ、いつも全然待機中、全然ゆいちゃん遠くだったし、うん、待機中からゆいちゃんがどんな状況かはね、知らなかったわけなんですよ。うんうん、で、まあ、総選挙始まりまして、うん、64位から言われていきまして、うんうんうん、まあ、結構、なんだろう、う最初はまあ面白い、ほっこりする場面とかあったら一緒に笑い合ったりとか、うんうん、徳光さんの面白い発言が出たら、うん、あ、徳光さん、やっぱ言いまり、言い張りますな、みたいな感じで、な感じで、まあ、盛り上がったり、ね、まあ、楽しんでたんですけど、うんうん、まあ、どんどん上位になるにつれて、うんちょっと様子がおかしいんですよ。おかしくて。うん。だいたいね、うん。9位ぐらいから、なんか、息が上がってきてどういうことなんだろう、それって。みたいな感じになり始めたんですよ。うん、え、って感じで、ちょっと、やばい、この段階から来ちゃうのかな、みたいな感じで。うん、私もいつでももうね、スタンバってて、いつでも助けますよ、みたいな感じで。うん、でも、もう選抜の呼び始めたぐらいからもう、うん、って感じで、なっちゃって、もうなんか、涙も出ちゃうみたいな感じで、うん、もう、結構やばかったんですよ。やばい、これはやばいと思って、うん、え、ちょっと、ゆうちゃん、大丈夫って聞いたら、うん、ちょっとなんか、ゾクゾクしてきちゃって、みたいな感じになっちゃって。まあ、でも会話はできたから、まだ大丈夫だと思って。うん大丈夫だと思って。でも結構やばかったな。去年とかの、その壇上にいるぐらいのレベルで、だったから、もう壇上レベルの震えだったから、あちょっとやばいゆいちゃんやばいって感じで、ちょっとね、近くのスタッフさんとね、うん、ちょっとアイコンタクトしながら、うん、いつでもゆいちゃんを支えようみたいな感じでね、うんうんうん、やってたんですけど、まあ呼ばれまして、うん、ゆいちゃんが。うん、で、ステージ行って、うん、まあでも、最終的には、そう。ちゃんとね、自分の力で。うん、自立して。そう。だから良かったです。本当に、だから実は私の、待機中、うん、私の横で、そう、震えてたんですよ。お互い震えてる人が近くにいたんだね。そうなんですね。共通点がありましたね。面白い。そんな前から震えてんだね。そうなの。知らなかった、知りたかったから嬉しい、その話。そう、超緊張した。緊張高まるよね、そんな方横にいたらね。そっちの方が緊張した。確かに、いつ倒れちゃうか。いつ倒れるか。倒れるか。ということで、以上、